シュニットガーのサインアルプシュニットガー。埋葬は1719年7月28日、ノイエンフェルデは当時最も有名であったオルガン製作者の一人で、北、ドイツにおけるバロックオルガンの代表的製作者の一人である。彼の活動範囲は北ヨーロッパに広がっており、100台を超える新オルガンを製作した。現在も約30台が その基本部分が保存されている。シュニットガーの誕生について、詳細な状況は不明である。1648年7月2日生まれとする、シュニットガー研究者、グスタフ・フォックの推論が広く知られている。しかし、この説は、転居がなく角度は乏しい。彼の誕生に関する資料としては、 ゴルツバルデンの教会に残された1648年7月9日という、先例の日付がある。アルプ・シュニットガーは、祖先からシュマーレンフレートに住んだ有名な家具職人の一家に生まれた。ファミリーネームのシュニットガーは、先祖の職業を示している。アルプ・シュニットガーの祖父ベーレントは、スニットカーで家具職人を兼ねた。父親のアルプ・シュニットガーは、 家具制作のマイスターであったが、ゴルツバルデンのオルガン制作に携わったことが証明されている。その妻については、カタリーナというファーストネームと、没年だけが知られている。彼らの結婚からは少なくとも5人の子供が誕生し、本校のアルプはおそらくその罰子であったとされる。1695年までに、シュニットッカー、または、シュニットッカーと書いていた名前を、 シュニットガーに変更していた。シュターデの聖コスマス教会のオルガンシュニットガーの子供時代や成長期についてはわずかなことしか知られていない。彼は兄弟姉妹と共に育てられ、手仕事をおそらく父親から教わった。その後彼はエルベ川下流沿いのグリュックシュタットに住むウェンジャのベーレントフスの下で、 おそらく1666年から1671年までオルガン製造を学び、1673年に遍歴職人となったと考えられている。1673年のシュターデッセーコスマス協会オルガン完成がこの時代の総仕上げであった。シュニットガーにとって幸いだったのは、生涯の友人となるヴィンセント・リューベックと知り合ったことであった。 リューベックは1674年から1702年まで聖コスマス教会のオルバニストで1702年から1740年まではハンブルク聖ニコライ教会にシュニットガーが製造した大オルガンのオルバニストを務めた人物である1676年に師匠が亡くなった後シュニットガーは29歳でシュターで聖ビルハーディ教会のオルガン製造を 完成させた。はじめは、フス未亡人の委託を受ける形で工事を行ったのだが、1677年に独立したマイスターとなった。セアヤーコップ協会のオルガンシュニットガーの思考芸的及び芸術的特性はたちまち評判となった。彼ははじめ近隣地域から注文を受けていたが、すぐにブレーメンやハンブルクからも注文が来るようになった。 シュニット側は1677年から1682年まで、シュターデで仕事を行い、いくつかのオルガンを完成させたが、これはまだ、フスケから依頼されたものであった。その後、彼は、ハンブルクに移り、1682年9月1日に、市民宣誓を行い、この半ザ都市の正式な市民となった。最初の大きな注文は、 聖ニコライ協会の協会役員長からもたらされた。それは67ストップ、4つの鍵盤、ペダル鍵盤と4000本以上のパイプを備えたオルガンの製造であった。このオルガンは当時おそらく世界最大の楽器であり、シュニットガーの国際的名声を証明している。最大のパイプは860ポンドの重さがあった。このオルガンは1842年の ハンブルク大化によって消失した。これに対して、同じく、ハンブルクのセイヤーコップ協会には、1689年から1693年に、アルプ・シュニットガーが改造、一部新設したオルガンは、現存している。これは60ストップ、4つの鍵盤、ペダル鍵盤を持つ現存する最大のバロックオルガンの、一つである。 多くのオルガン製作者や作曲家がこのオルガンを見学に訪れている。その中には、ディートリヒ・ブクステフで1703年頃に、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル1720年に、ヨハン・ゼバスティアン・バッハラの名前がある。シュニット側は北ドイツ全域から注文を受けるようになった。さらには、イングランド、ロシア、スペイン。 ポルトガルまで彼の活動範囲は拡大し、オルガンは輸出されていった。1699年に、シュニットガーは、オルデンブルク及び、デルメンホルスト白領、ブレーメン及び、フェルデン公領のオルガン製造に関する特権を得、1702年には、シュレースビヒ公領及び、ホルシュタイン公領においても、同様の特権を得た。さらに1708年には、 黒い線王のオルガン製造者に指名された。シュニットガーの紋章とその妻の紋章。シュニットガーの紋章には、オルガン製作者のシンボルであるコンパスが描かれ、紋章の上には十字に組み合わされたパイプを切る工具を、いただいている。妻の紋章には花、果樹、穂が描かれている。シュニットガーは、ハンブルクの裕福な商家の娘ゲルトルートオッテと、最初の結婚をした。 1693年に彼は、学府、ハンス追ってからノイ・エンフェルデの農園を譲り受け、1705年初めに移り住んだ。彼は1719年に亡くなるまでこの地で、オルガン工房を営んだため、ここは、オルゲルバワーホーフと呼ばれた。この結婚から6人の子供が生まれた。4人の息子は、父の職業を継いだが、偉大な父より長生きして、 作品を残した者はそのうち二人しかなかった。アルプ・シュニットガー・ユンゲは、ベーナーのオルガンを製造したが、そのわずか二年後に、ハンブルクで、ペストにより亡くなった。ハンスは、エルベ川で溺死した。ヨハン・ユルゲンは、様々なプロジェクトに参加し、ズボレのオルガン製造にも弟のフランツ・カスパー、シュニッツと共に参画した。 しかし1734年以後、その足跡は不明である。フランツ・カスパーは、父アルプが亡くなった1719年以後オランダで活動し、特に、メッペル、アルクマール、ズボレに現存している重要なオルガンを製造した。娘の一人ヤグネータは、わずか7ヶ月の命であった。カタリーナは3度結婚し、亡くなるまでノイエンフェルデのオルゲルバウアーホーフに住んだ。 シュニットガーの最初の妻は1707年に亡くなった。1712年、または1713年に彼は、オルガニストの未亡人エリーザベト・コッホとアッベンハウゼン、で二度目の結婚をした。オルガン製造に関する交渉のために出かけた1718年から1719年冬の、ズボレーへの旅行が、彼の健康をひどく消耗させた。 彼が亡くなった日付は定かでない。亡くなったのはおそらくノイエンフェルデではなく、伊勢法であったと推測されている。彼は1715年からこの地で、三段鍵盤と43のストップとを有するオルガンの建造に、携わっていた。アルプ・シュニットガーの葬儀は、ノイエンフェルデの教会の葬儀録に1719年7月28日と、記録されている。 ノイエンフェルデの境界墓地は1971年に掘り出され、その近くに簡素な石のプレートが作られた。ゴルツバルデンのオルガン石に描かれたエッシュニットガーの肖像は残されていない。ペーター・ゴロンは1701年にゴルツバルデンのオルガン石に描かれたカツラをかぶり上着を着たオルガン奏者がマイスターの後ろ姿であるかもしれないと推測している。ここには シュニットガーがこの村で生まれ、洗礼を受けたので慈悲で1697年から98年に完全な改造を施したオルガンがある。シュニットガーはオルデンブルクの小さな村で育った。しかし彼の手紙は彼が平均以上の一般教養やラテン語の知識を持っていたことを示している。このため彼はゴルツバルデンまたは オーベルゲンネのラテン語学校へ通っていたと推測されている。彼の署名は一般的なドイツ語のミット・エーゲン・ハンドの代わりに拡張高くラテン語でマヌプロープリアと添え書きされている。アンドレアス・ベックマイスターのオルゴール・プローブの第2版のために彼は12行のアレクサンドランの大員の検定詞を書いている。彼の広く輝かしい詳細や経済的な見識は いくつかの工房の支部が、特に1700年頃に繁盛したことからも、明白である。彼の経験さは、特に手紙やオルガンの展字に現れている。彼のオルガンには、ソリ、デオ・グロリアとある。マイエルシュの報告によれば、シュニットガーは、イエスの名において、アーメン。神の溝へ行。アー神よ、偽りなき生と私服の死をあれに与えたまえ。といった心情で、 その原稿を始めている。シュニットガーは様々な面で、特にオルデンブルクの故郷では、し死欲のない人物であったことが証明されている。彼は、教会が裕福でない場合、いくつかのオルガンを、神の栄光のために、慈悲で建造し、あるいは長年にわたる分割払いを受け入れた。1699年に彼は、 フロー人間のルター派協会に一段鍵盤のオルガンを寄贈した。これに対して百帝国ターラーの支払いがなされると、彼は二段目の鍵盤と三つの新しい送風機を取り付けたのだった。アルプ・シュニットガーは全部で約105機のオルガンを新造し、約30機を根本的に改造、約30機の大規模な修復を行った。彼の作品のうち、 約30機が良好な状態で現存しており、アルプシュニットガーオルガンと認定されている。彼の主な活動地域は、ハンブルク、ブレーメン、エルベベーザー地域、オルデンブルク白領、マクデブルク、フロー人間州フロー人間市である。全部で30機以上のオルガンが、ドイツ以外で建造された。大きな作品としては、4段鍵盤の作品の他に、 26ストップ3段鍵盤のオルガンや、約20機の2段鍵盤とペダル鍵盤を有する、オルガンを建造している。シュニットガーの工房では、約3000の新しいストップが生み出された。シュニットガーのオルガンの構造上、音響上の特徴には、以下の点が挙げられる。シュニットガーには全部で50人以上の弟子がおり、その作品は北ドイツ、中央ドイツ、オランダ。 スカンジナビアに点在している。職人や共同制作者は、ハンブルクの主要作業場のほかシュターで、ブレーメン、フロー人間ンン、リューベック、マクデイブルク、ベルリンで作業を行い、ここで、新しいオルガンの建造や古いオルガンの修理、改造がなされた。これらの支部作業所は、マイスターの職人によって運営されていた。シュニットガー自身は、作業場から、 作業場へ移動し、交渉時を仕切り、オルガンの基本設計を行い、仕事の遂行を監督した。こうしたやり方によって、シュニット側は一貫したスケールやデザインを用いることを可能にした。そうして、コストを下げることで、小さな境界でもオルガンの製造や拡張が可能となったのである。その上で、オルガンは構造上、ストップの配置などで、 それぞれの個性を示している。シュニットガーの晩年頃には職人たちは独立し、シュニットガーの伝統を北ヨーロッパ各地に伝播した。ハンブルクのオットーディートリヒリヒボルン、シュターデのエラスムスビールフェルト、リューベックのハンス・ハンテルマン、イツェホーのヨハンディートリヒブッシュ、ハノーファーのクリスティアン・ファーター、ヒルデスハイムのヨハン・マティアス・ナウマンとアンドレアス・ミュラー。 リューネブルクのマーティアス・ドローパ、ヘッセンのゾントラのヨハン・アダム・グンダーマン、ハレのクリスティアニ・ニオア・ヒム、ベルリンとシュレージエンのヨハン・ミハエル・レーダー、シュチェチンのヨハン・バルタザール・ヘルトラである。グレゴリウス・シュトルーフェは、ブレーメン、オルガニ職人ファミリーのクラップマイアーは、グリュック・シュタットとオルデンブルクで活動した。スカンジナビアでは、ラムベルト・ダニエル・カステンスや、 エリック・ゲルマンが仕事をし、ヨハン・ヒンリー・ヒューレン・カンプフは1711年からポルトガルで活動した。シュニットガーの影響が強く、持続的であったのは、オランダのフロー人間や、フリースラントであった。フランツ・カスパー・シュニットガーの早すぎる死後、彼の未亡人が再婚したアルベルトゥス・アントニウス品質が、フランツ・カスパー・ジュニアと共に、フロー人間の作業場を引き継いだ。 品質の後はその弟子のハインリヒ・ヘルマン・フライタークがこれを受け継いだ。フライタークの一族は4世代にわたって19世紀までアルプ・シュニットガーの伝統をオランダに移して守った。このためシュニットガーの作品はドイツと同様にオランダで決定的な改造を施されずに残されている。また、シュニットガー・ハノルドルフ・ガレルスもオランダで重要な作品を制作した。 シュニットガーの作品の重要な点は、第一に、で工芸的、技術的、音響的品質にある。特に、ハンブルクのニコライ教会のオルガンは、その巨大さと音響的配慮から、教会の建物の基礎に直接設置されている。シュニットガーは、古い楽器を活用し、経済的にさらなる改良を加えるという、作品コンセプトを持っていた。 わずかなストップしかない、小さな村の境界においてさえも、単声、コンビネーション、トゥッティに、多彩な響きを示す。特徴的なソロストップが、同時に素晴らしい火星の融合性を持つことが、特徴である。シュニットガーは、回収の成章を伴奏するためのとどろくような、混合感と、強靭な低音を持つオルガンを構想したのである。これに加えて、 こうしたオルガンは北ドイツオルガン学派と呼ばれる例えば、ハンザ都市でのアーベントムジークや、その他の礼拝以外の教会音楽演奏の進展を促した。後者では、ヴィンセント・リューベック、ディートリヒ・ブクステフでデや、その他の同時代のオルガニストの惨憺を得た。シュニットガーのオルガンは変化する情動を特徴とする、スティルス・ファンタスティクスを理想的に表現することを可能にしたのである。 拡充された、プリンシプルコール、色彩的な古い感、豊かなリード感、異なった、カ奏での響きといった作品コンセプトは北ドイツの作曲家に適したものであった。シュニットガーの国際的な工房群は当時としては、類を見ないものであった。140機の心臓あるいは抜本的改造は、いくつもの工房を組織化するシュニットガーの経営手腕によって、 初めて可能になったのである。これに加えて多くのオルガン製造特権は彼に北ドイツ全土におけるほぼ完全な独占権をもたらした。近代的オルガン製造にシュニットガーほど影響を及ぼしたオルガン職人はほとんどいない。ドイツオルガン運動はハンブルクのヤコービ協会のオルガン再発見により1925年に大きなインパクトを受けた。 現存するほとんどすべてのオルガンは、現在の知識レベルで修復されている。多くの部分が保存されている、または、専門知識に基づいて修復されたシュニットガーの作品は、カペル、デーデスドルフ、グラスベルク、フロー人間ンンハンブルク、リューディンクボルト、ノイエンフェルデ、ノルデン、シュタインキルヒエン、エームスモンドにある。修復の主導的役割を果たしたのは、 オルガン作者のユルゲン・アーレントであった。シュニット・ガーの作品のいくつかは、ドイツ、フランス、オランダ、スウェーデン、スイス、アメリカ合衆国で、レプリカが作成され、あるいは新しいオルガンのインスピレーションの源泉となった。シュニット・ガーの作品は、世界中のオルガン製作者が、様式の造形を学ぶことを義務付けられた、歴史的で、かつ近代的なモデルなのである。 現在、アルプ・シュニットガー協会及び、オランダの、シュティヒティング・フロー人間・オーゲルラントは、シュニットガーの生涯と作品に関する研究、現存する彼のオルガンの保存、彼の作品の重要性を一般大衆に説明するといった活動に尽力している。このリストは、アルプ・シュニットガーが作成したストップ薬体が、現存する全作品と破壊されたり、 新しいオルガンに置き換えられてしまった作品の抜粋である。楽器の大きさは5列目の鍵盤数と6列目のストップの数で表現される。大文字の P は独立ペダル鍵盤を小文字の P は従属ペダル鍵盤を意味している。車体文字は当該のオルガンのシュニットが作成部分が外観しか残されていないことを示している。ハンブルク。 聖アーコビ協会のシュニットガンオルガン建造300年、記念切手。ありがとうございます。